差の我々の動画ですな。年に一度の BOX 紹介がメインだけどな。伝説を追いかけてる端末なのですが、まずは基本から、新猫超人以外はプラスカンスとしています。ユーザーランクとかいろんな兼ね合いで遅れてるんだよな。使うことってほとんどないけどな。次は EX キャラの紹介。今回半額の時に猫缶で買えるキャラは全部購入しました。グランドアビス攻略のためだな。でもまだまだ足りないってのが現状だぜ。育成に関しては慌てることもないと思います。とにかく枠を埋めれれば使えなくても戦力になるという不思議があります。当然活躍できるキャラは育てていますよ。攻撃に期待できるキャラはレベル上げておいて損はないからな。体力がないキャラやコスト面で使い捨てのキャラは未だにレベル低いわけだが、攻略に支障がない限り問題定義に上げることもないか。ユーザーランクも関連してるので、報酬目当てで上げておくのも悪くありません。卵のままのキャラもたくさんありますが、現状必要がないのが原因の大きな理由です。制限ステージが厳しくなってから選んで進化で間に合えばいいからな。卵に関しては後になって後悔することもあるから。入手したからってすぐ進化って割とリスクが伴うんだぜ。実際全部を一度に進化できないのと、黄色の魔獣石がなかなかドロップしないんだよね。資源不足に悩まされながらも数だけは集めています。今後入手が難しいコラボキャラもたくさんいるから、初心者さんがグランドアビスを攻略するのはすっげー試練だな。昔のキャラの一部には特別なコードが必要なキャラもいたぐらいだから。正直長く遊んでいるこの端末でもきついものがあるぜ。普段は伝説を追いかけることを目標としながら、新キャラやボーナス目的で遊んでいけばストレスかからないと思います。やっぱり楽しまなきゃ損ですから。未攻略ステージが溜まってきてるから。もうちょっと本腰入れてもいいんだぜ。新キャラの発砲があってからでは遅いってのが定番だからな。期間の長いイベントは後回しにしてるので。どうしてもね。レアの紹介に移ります。このあたりもプラスカンスとしているキャラがいますが、していないキャラは NP 欲しさや、攻撃力を求めないキャラが中心です。本能解放しているキャラも一部いますが、期待値の大きいキャラ以外は第3形態が最高です。本能解放でいられる恩恵で差別化が始まるラインがこのあたりからだからな。波動が打てるようになったり複種類の敵が対象になったら妨害は活躍するぜ。プラス値の低いキャラは体力や攻撃力に期待してないキャラだと思ってくれてもいいと思うぜ。一部キャラに関しては妨害がメインですがプラス値上げてますからね。ゾンビキラーに関しては攻撃力欲しさに少しでも強くを目指しています。攻撃頻度が大きな理由だけどな。攻撃力単体の数字で見て低くても、頻度が多ければ攻撃力はおのずと高くなるわけだ。季節イベントキャラはほとんどネタみたいなものなので、育成を抑えても実害がなければそのままです。毎年何かしらの新キャラが出てきたりもしているので、一切の情報漏れには気をつけて、最低でも毎日ログインとちょこっと攻略やチケット集会はしています。本当はもっとやらなきゃいけないこともあるんだけどな。本気出しすぎるとゲームって面白くないんだわ。やるべきことやってやりたくなったらやれるところまでやる。それが最近のスタンスってところだ。リリースされてから長いキャラは使いどころがわかりやすいので、多少の癖は合わせて使っています。卵キャラや降臨ステージキャラは活躍するのでできるだけ育てておくといいですよ。経験値と要相談なんですけど。卵のままのキャラもたくさんいるわけだが、大体がいつでも進化できるように準備だけはしてるんだよな。今年はスルーしたが、来年はさらに数を増やすべくメルスとコラボに介入を検討しているぜ。しなきゃダメなんだよね。できればその王伝説に集中したいっていうか、ほら今回猫缶浪費したじゃん。本当だったら1万個以上在庫ないと困っちゃうわけよ。ガチャ企画で頑張ったから結構きついのが現状なわけ。チャレンジのタイミングを合わせないと資材もきつきつと言いますか。それでも今年も伝説入手できたわけだからよ。無茶や沼にはまらなければなんとでもなるんじゃないのか。いや、ガチャって新規キャラも後から出てくるんですよ。伝説取った後で新規キャラ入荷って厳しくないですか。超猫や極猫も引ける準備をしなきゃいけませんし、結構難易度高くなってきてますよ。いいから全部やれ。無課金でもできることの証明がこの端末の命題だ。できないとは言わせねえぜ。最大の努力をもって重たえさせていただきます。それでいいんだよ。来年の予定が決まったところで激レアに移ります。明確に使えるキャラはプラスを増やして、必要最低限で足りるキャラに関しては NP にしています。バスタブや番長、如来はそれほど力入れてないんだな。妨害にはそれほど期待しないスタンスか。結構キツキツなのはどのレアでも同じなんですよ。自分の好きなキャラを優先しても問題はないよ。自由がにゃんこ大戦争の大事なことですから。今年残りわずかだが、攻略以外の予定は立てているのか？ただいま様子見ってところです。大晦日まで気を抜けないのがにゃんこ大戦争。突如何が起きるかわからないので、最後まで余裕を持って遊び、ゲフンゲフン、データベースを確認しながら調整させていただきます。今年のイベントに力を入れすぎて、新年が間に合わないじゃ笑えないからな。全くです。
洗脳キャラは猫とキモ猫ゲットしました。信じられないかもですが今年になってやっと取れたんです。なぜ今まで取れなかったのでしょう？そりゃお前排出されるガチャあんまり引かなかったのが原因じゃね？排出されるガチャ引かなきゃ出るものも出ないってもんだぜ。今後はどうするんだ？一番欲しいキモ猫取っちゃったわけですし、やっぱりメインの伝説に備えるのがいいと思うわけですよ。無課金ってそれほどハンデじゃないと思っておりましたが、やっぱり投資者には勝てない部分がありますね。おっやっと次は超激レアか。紹介がメインだから今年の残りと来年のテーマは別にあげるぜ。はい、私の好きなダイナマイツから紹介します。ホワイトデイのニャンマが気になりますが来年の課題です。超激レアではぶっちぎりに好きなキャラだからな。安価で強いキャラの名に恥じないキャラばっかりだぜ。猫ナース以外は大活躍です。ラスボースも頑張ってプラス6にしました。桃子チャレンジの副産物と超猫や僕猫の副産物だな。今のところ全種類抑えてるんじゃないのか？バサラーズも注目ですね。一部使いにくいキャラもいますが高物件な子たちです。武田信玄持ってるのって私にしては珍しいんですよ。4個ある端末でこれを含めて2体だけだからな。服部半蔵強いから育成しておけよ。経験値は十分あるのでそうしておきます。第4形態が発表されたインディが気になりますが、今後のアップデートを見て進化を決めます。何気にハロウィンキャラ持ってるのもすげえな。あとは季節物を揃えればいい感じになりそうだ。クリスマス来てるがどうするよ。ちょっと余裕がないため今年は見送ります。来年のバレンタインも見逃せないので、キャルズはバレンタインに期待します。季節物は合わせないと伝説取るのが難しいからな。お荷物に思われてるドラゴンエンペラーズだぜ。私はそうは思わないけどね。出すことに成功したらば持ちがいいしやっぱりグランドアビスで使わない枠に入れられるから。ディオラムス君はあと少しで化け物の仲間入り。第4形態があるから侮れないんだよな。またたびで進化できるキャラは進化しておいた方がいいぞ。悪魔たたび集めるの大変なんだよ。大きくても小さくても活躍するウルトラソウルズ。当時コスモの進化のまたたびには驚かされました。木またたび30個って偏ってたからな。進化できる金レンジャー育てておいた方がいいぜ。第2と第3では強さが違うからね。ダークヒーローズは歯抜けが多いので伝説を追いかける準備をしてもいいと思います。デスピエロ持ってないってのが大きいからな。最近のステージを見るとプラス振らないと難しいかもな。時間をかけて順番を決めます。ギガントゼウスで最近リリースされた石質が気になりますが、伝説のガイアは所持してるのでこっちも超猫か僕猫で狙います。ステージに合わせれば一方的に戦えるぜ。プラスが少ないのも当たりのいいところ。このシリーズでは50あれば十分です。次はアイアンウォーズか。見た目面白いんだがコストが気になるシリーズなんだよな。再生産も遅いし。既存のステージでは合わせれば使えます。伝説未所持なのでシリーズ来たら猫缶使うのもありです。ピクシーズも次から次にキャラが増えてるので、入試検討を考えなくてはいけません。目標が複数あるから、絞らないとだな。窓マギですが窓かちゃんが欲しいです。マミさん持ってるので心配はいれいませんけど。フェイトはセイバー入手しないとな。桜ちゃん第3形態があってよかったです。エヴァも集めないといけないキャラばっかりだな。第13号機持ってるが2号機持ってないし。これでも頑張りました。そしてアスカキャスリーゲットしたんです。白ムクレイは取れませんでしたが。ストリートファイターはすごかったな。猫缶11連で桜さん3体ですからね。クニオくん取り木は無事ゲットしたのでいいのですが。このシリーズも集めないといけませんね。餃子か7個持ってないからこちらも検討だな。順番はコラボ次第なので地道に準備しておきます。新顔もゲットしたので次はルガ族ですね。結構弱点ばっかりのキャラだが超射程持ちだからな。抜けてるところを埋めていきますがこれは検討の中の後回しです。重要ポイントは変わらないか。ニャンコンボも考えて采配しないといけないからな。個人的には5番目ぐらいに好きなシリーズです。ここからは皆様お待たせ限定キャラです。黒チビとメイメイが欲しいかな。シリウスもゲットしたいが今ガチャ来てるぜ。プラチケで挑戦します。白顔が抜けてるのがなかなか残念。白御霊は持ってるけどな。超猫限定が抜けてる感じだな。ですがキャスリーは全種類持ってます。新年の超極猫祭次第ですか。プラチケチャレンジもできるんだがな。ではいよいよこの端末のメイン。伝説の紹介です。一番は桃子ですね。波動に3回攻撃はなかなかです。そして今年の伝説チャレンジで入手した宮本武蔵だな。牛は顔覗い打て大体が年単位の挑戦です。桃子は1年半もかかったけどな。超王祭が来たら番狂わせできます。超激レア限定を差し置いて第3進化したバベル君。現段階ではプラス振らないとこれ以上強くできません。まあ少数点の確率だから難しいんだけどな。武蔵とガイアは女王祭とかそんな感じのガチャで入手したぜ。取れるときは取れますからね。
さらに入手難易度を上げてチャンスが来るかどうかわからないキャラもいますが、見逃さないように注意してきた時に万全でいられるようにします。コラボ自体もう来ないかもだけどな。でも現状7体持ってるから、半分は取れたわけだな。まだ半分残ってるわけですが、コラボの伝説は現在2体。そのうちの1体は抑えています。コメントで弱いとか言われたがな。ですが動きを止める向こうで光を動くダメージで叩きます。組み合わせでなんとかなるキャラです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。無課金の証明は別動画にあげます。忘れてたからな。